いいかてめら、誰が助走したっていいじゃないか。はい、どうもひめにです。ということで今回なんですけども、皆さんついにひめにさん新しいね衣装が届きました。僕ですね、衣装を買う時って海外のロリータとかそういう系の通販サイト、まあ海外から買ってるわけじゃないんですけど、海外のそういう衣装を扱ってる日本のサイトからこう購入して、でそれがね、だいたい予約注文だったりとかお取り寄せとかなんで、注文してからだいたい3ヶ月から半年後ぐらいに届くんですよ。例えば5月に注文して、あーもうそろそろね半袖いけるわみたいな感じで半袖の衣装を買ったら真冬の日に届くみたいな、もうほんとそのレベルで時間はかかるんですけど、結構可愛い衣装をねいっぱい買ってて、まあ安くてねいいんですよ本当に。まあそれがようやくね今回はい届きまして、今日はそれを紹介していきたいなと思います。あ、もうね売ってるものではないので、本当どのぐらいだろう、この売ってる期間が短いんですよ。1週間とかで売り切れというか、もう売られなくなっちゃうんで、もう届いてね紹介した頃にはね皆さんはもう買えないんですけど買えないんですけども、一応ね今日は届いたやつをね紹介させていただきたいなと思いまして、はい、それではね早速行ってみようと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと分かりにくいかな、中がねこんな感じですね。めっちゃいろんなパーツあるんですよ、もう本当に大量のパーツがあるんですけども、あ、一応ねこんな感じの、はい、これがジャンスカですね。ちょっとカメラの位置近いな、こんぐらい離しておくか。はい、そしてこれがねとりあえずジャンスカですね。こんな感じになってて、まあ、下がひらひらついてて、上がちょっとベイビーちゃんみたいな感じ、ちょっとふわふわベイビーちゃんみたいな感じだね。これね後ろがゴムになってていいんですよ。あとねこれが中に着るやつかな、これが多分ブラウスですかね。こんな感じで中に着て、これオフショルにもできるのかな、うん、なんかすごいね伸びるんですよ。最初ちっちゃいなめっちゃと思ったんだけど、意外と伸びる感じ でこんな感じで合わせてね、まあ後で着るんですけども、いやーでもこれねほんといろんな細かいパーツがいっぱいあるんで、どれをつけていけばいいのかわかんないんだよね。まあ後で携帯確認しながら見ていきましょうか。そしたらこれがヘッドドレスかね、こんな感じですね。ちょっと今違うカチューシャかぶってるのあるんですけど、ずいぶん平べったいんだな、ペタペタしてるな、袋に入ってたからかな、まあしょうがねえ。とりあえずでこれはちょっとなんか後でにしとこう、なんか細かいのなくしちゃいそう。このリボンも後でにしとこうか。でこれがカチューシャかな、おお、あ、なんかこっちの方が目立って可愛いねこれのもなんか着た後の想像ができてきたわ。結構可愛いだろうな、ブリブリしてて。おいいじゃねえか。これカフスかな、手にこうつけるやつですかね。あー、いいじゃん。あ、結構しっかりしてんな。こんな感じですね。あー、かわいい。かわいい、これ。うん、かわいいな。めちゃくちゃ。いいんじゃないの。これが、なんだ、ジャンスカにつけるエプロンかな、これが。あー、なんか別個体っていうか、別々になってたね。こんな感じで。うんうんうん。かわいいじゃないの。これがエプロンだね。なんかかわいらしいな、ベイビーちゃんみたいな。一応、じゃあどうしようかな。一回完成図見てみましょうか。そしたら一緒に。はい、一応ね、完成図がこちらですね。これが、まあ、さっきブラス中に来て、ここがね、難しいね。だいぶ。そうだから、ここにハートのエプロンがつくんだね、まずね。ここのジャンスカの部分に、こう、ハートのエプロン。とりあえずつけてみようか。できた。こんな感じですね。一応ここにさらにリボンがつくのかね。よし、できた。この胸元はね、とりあえず完成しました。こんな感じですね。うん。なんかリボンが、こう、でっかいのがね、一個ついてて、ここにね、ちょっと軽く可愛いのがついてる。という感じだね。よし、じゃあ次は。まあ、このエプロンは多分着た後につけるんでしょう。これはな。で、ここなんかスカートのさ、下のこの辺にもなんかリボンつけるっぽいね。とりあえずこれつけていこうか。そうしたら、いやーめんどくさいぞーこれ。はい、ということでね、一応前はこんな感じでできました。結構ねこうバランスよくリボンつけるの大変だった。このアメちゃんみたいなのつけて、ここのリボンに。お、結構これ着たら可愛くなるんじゃないでしょうか。これそしたらもうあとは着るだけかね。そしたらね、ああ後ろのここにリボンをつけなければならないのか、そういうことね。あ、このピンクの紐は後ろのこの
あれか、紐が難しいな、本当にこういうのは苦手分野だ、どうしてもやっぱり。はい、ってことでね、できました。なんかいろいろ細かいパーツがたくさんあって、まあちょっとね、大変だったんですけど、なんとかね、付け終わりました。こういう肩にね、こう付ける紐だったりとか、まあ、あとね、後ろのこのピンクのリボンだったりとか、あとここのね、なんか細かいリボンのパーツとかも一個一個付けていかなきゃいけないっぽくて、まあちょっと大変だったんですけど、とりあえずなんとか付け終わりました。これからでちょっと着替えていこうかなって思います。それでは、レッツゴー。誰か女装したっていいじゃねえか。はい、ってことでね、完成いたしました。いやー、うん、そうだな、なんだろうな、まあ、分かってはいたけど、ゆるふわって言っていいレベルなのかどうかも分からないぞ、これは。うん、すごいね、すごいよこれ。なかなかベイビーだね、ベイビー。まあ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 、可愛いんじゃないでしょうか。なかなかね、こういう衣装って見かけないんで、まあ見かけるはずもないんですけど、まあ、なかなかね、悪くはないんじゃないでしょうか。髪もね、ピンクで、今日はね、これを想像して、あ、俺似合うな、やっぱり俺こういうの似合っちゃうんだよね、こういうの。まあ、ちょっとね、一応全身も見てみましょうか。はい、ということでね、全身がまあ一応こんな感じですね。ちょっとね、下のね、靴下が微妙というか合うのを持ってなかったんで、とりあえずね、あるやつ履いたんですけど、まあ、一応全身がこんな感じで、まあ可愛いんじゃない。うん、どう、そう、部屋汚いの許して。後ろこうだね、ガタいいな。これが新書です。来年暖かくなったら俺の衣装はこれになります。いや、もうさ、年々ひどくなってる気がするけど大丈夫かな。まあ、だから毎日がハロウィン、もハロウィンとかのレベルじゃないな。まあいいけど、可愛いね。まあ、これが全身ですね。はい、はい、ということでね、今年の新衣装でした。ちょっといつもの恒例のやつやっていいですか。あー、でもあれだね、これガニ股しても大丈夫なやつだ。一応なんかピンクのウィッグ被ってみたんですけど、せっかくなら、うん、黒とかもちょっと被ってみようかな。よし、あれ、よいしょ、まあ、こんな感じですね。一応ね、あれなんだよね、これもあるけど、なんかもう一個のね、カチューシャ、まあいいや、とりあえずカチューシャもあるんですよ、こんな感じでね。カチューシャよりはでも、まあ、カチューシャもいいけど、まあ、カチューシャもいいな。ちょっとこっちに被ってみよう。こいつをつけるからベビちゃん感が増すんだ。あ、黒も悪くね。全身見てみよう。はい、こんな感じですね。これが全身となります。うん、まあ、黒も悪くないんじゃない。なかなかいいと思う。あ、俺個人的にはこの格好だったらピンクの方がいい気はするな。まあ、こういう子いるね、でも黒でね。はい、ということでね、今日は新衣装の紹介となりました。このね、カフスとかもね、ちょっとまた近づかないと。こういうね、細かいところまでちゃんとね、可愛く作られてて、ちょっとベビー感感強いけど、まあ今回もね、可愛い感じになったんではないでしょうか。まあ、来年ね、ちょっと暖かくなってきたらこいつを、はい、指導させようかなと思います。ということでね、今日もありがとうございました。衣装紹介となりました。以上、まだまだこれからね、海外のね、ものとか衣装とかね、結構可愛いの多いんで、まあそういうのね、ちょこちょこ集めてまた紹介していきたいなと思います。それではね、今日もありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた、ええ、いいでしょう。